Please share your energy with all the warriors of the world! よくね気を感じぞ。よし、修行のついでにちょっくらこの辺りを調べてみっか。飯をたらふく食うぞ。座ってた割には大したことねえな。
化け物、気味の悪い奴らだな。ほら、メイン、あんたに戦ったことあるぞ。キノチは、大したことねえ。群れで来られると、ちょっと厄介かもな。というわけで、ミル、悪いけど、手貸してくんねえかな。水臭いぜ、悟空。言われなくたって手伝うさ。よっしゃ、それじゃ、化け物退治と行きますか。また一段と腕を上げたみたいだな。俺も頑張らないと。一族の恥だ。死んでしまえ。Ah!
がいていいよな。俺なんか愚か者どもめ、この俺様を前にして無駄話していい度胸してやる。この俺がこんなやつ腐ったらいい。この俺がこんな奴らにやられるとは。よっしゃー、やったな、悟空。あ、クリリン、助っ人サンキューな。大成功だ。ご飯よ。敵は一人とは限らん。今からその修行をするぞ。はい、ピッコロさん。うろたえるな、ご飯。いいか、今のお前には甘くされてる暇などないんだ。この地球の運命の国はお前が握っているんだということを忘れるな。うつぶつ抜かす暇があったらどうしたらいいか考えろ。そして動け。どうした、ご飯。だらしないぞ。いくらなんでもピコロさん3人なんて。そうだね。よっ、クリリンさん、ヤムチャさん、天津飯さん。アルタが過ぎるんじゃないの、ピコロさん。加勢してやろう。さあ来やがれ。俺たちは甘く見るんじゃないぜ。いいだろう、5人まとめてかかってこい。見てたら疲
彼が残っちまってさ。ちのんきな野郎だ。ご飯、修行の邪魔にならんよ。そいつに少し気を分けてやれ。叩き起こしてやる。ヤムチャさん、ファイトです。やったぜ。かなかやるではないか。だが、これからが本番だ。悟空の兄さんだ。どんなやつも俺一人で十分だぜって言いたいけど、お前のおかげだ。ありがとうよ。どうもありがとうございます。父さん、やったよ。オラに元気分けてくれ。ないぞ、ごはん。あれは元気の通り道だ。通り道に向かって火を送ることで、世界のどこかで戦っている戦士たちに俺たちの元気を分け与えることができるんだ。逆に俺たちが元気をもらうことだってあるんだぜ。世の中持ちつ持たれつさ。みんなと元気を共有して戦い、地球の平和をきっと守れる。よし、僕も頑張って元気を貯めるぞ。
せいぜい楽しませてくれよ。見せてやる。最大の。元気分けてくれ。